一応もう待ってるんですか。ずっと待ってます。あ、ずっと待ってます。そうそう。で全員一応入ってるの、ね。入ってます。はい。じゃあもう自己紹介もせずに。はい。ね、あの全部テロップで自己紹介が入れます。入れるか、いやだから、まあ、適当に自己紹介はしたくなったらしようなすばらしいアレンジだなと思いました。あの音は前から知ってた。僕はよく映画とかテレビとかの音で知ってて、本当にあのまま出たなと思って。そうだよね、びっくりしました。本当にもう俺もニヤニヤが止まらなくて、はい、マジックを見てるような感じでした。そうか、はい、まさか吹奏楽で、はい、本当にザ・ムーチっていう曲だよね、はい、そうですね。あれ本当にびっくりしました。まさかですねあれは聴いてほしいな、みんなに。あれをアレンジしてるっていうのはありましたか、これ。ないですね。ないですよね、はい、素晴らしかった。知ってた派でしょ、はい、あの知ってたっていうか、まあ、宮川さんからお話をいただいたときにすぐにもうあの DVD 買って、やっぱりあのムーチってあの一番映画の最初のところで師匠ダンサーがドーッと出てきて、なんか赤いドレスでやるんですよ。そのシーンが浮かんでくるんですよ、うん、そうだよね今まで。じゃあ石井君に聞きますけど、はい、デューク・エリントンの曲何かこれっていうの言ってください。エトレインとか、はい、いいですよ、合ってますから大きな声で言ってください。エトレインとかですかねテイク・ジ・エイトレインね、はい、A 列車で行こうね、はい、池田君なんか知ってますか。一緒ですね、その辺自分で演奏したとか、はい、あ、そうだ。じゃあデューク・エリントンメドレーとかっていう代物はこれまで吹奏楽であった。ないですね。ないですね。あの「愛するデューク」っていう簡単なポップスの吹奏楽の、あの中学生でもやれるアレンジがあるんですけども、はいはいはい、うちでもやったことありますよね、はい、じゃあ「サテンドール」から「テイク・ジェイ・トレイン」、それから「メドレーではないんですか、ね、あ、そうですか、はい、あのタン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 だった。それはスティービー・ワンダーのサー・デュークですよね。ああ、うん、そうそう。だ、じゃあそのぐらいの知識だったら僕はここで言っときますけど、すみません、サー・デュークという曲ですね。で、あれはあのデューク・エリントンのことを称えてる歌なんですよ。サー・デュークなんです。で、デュークっていうのはこう公爵っていう意味なんですって。うーん、ね、あの、はいはい、子爵とか公爵とか、あのそういう、あの、なんていうの、それ爵位ってんだっけ、公爵のことをデュークっていうんです、はいはい、で、だからサー・デューク・エリントンの意味を込めてサー・デュークっていう歌をスティービー・ワンダーが作ったんですよ。で、内容はどんなのかっていうと、あなたがいたから私たちは今こうやって歌ってるんだよ。まあ、キング牧師に例えたら分かる。キング牧師のような、音楽の上のキング牧師のような存在なんですよ、黒人社会でね。でもすごくあのそれまでジャズっていうのが、クラシックの方からいくとまだまだピアノの、スコット・ジョプリンの、ラグタイムっていうのが、まあ、やっと出てきて、一方でジャズの元ブルースとかの人たちは路上で本当にこうバンジーを弾いてトランペットを弾いてで自由に自由にやってたの。だから今僕らが思ってるジャズっていうのはまだなかったんだね。スイングジャズってなかった。デキシーランドジャズに近いものがあったんだけど、でそれをあのちゃんと譜面にしたりとか、ビッグバンドの形で、なんていうのかな、その、ジャズを、まあ、商品にしたっていうのが正しい言い方かな、うん、まあ商品って言うとまた怒られるかもわかんないけど、うん、そういう本当は形のあるものにしたのが、その一人がデューク・エリントンっていう人なんですよ。で、あなたがいたから私たちはブラックミュージックはこうやって続いたんだよね。最初のあの、あなたがあの何も、あなたが何も考えなかったら、うん、今の自分たちはないんだよっていうことを、あのサー・デュークって言ったの。歌ってある。それは吹奏楽になってもね。そうなんですよ。なるほどね。でもそこで、そのサー・デュークっていう気持ちを、なんていうの、みんなのものにしたかったのね。でもそこにはデューク・エリントンに対して拝みましょうみたいな気持ちはそんなには僕らもともとはないじゃない。うん、だけど、最初に作った人に対して、
敬意を表するというか、本物のジャズを僕はやりたいんですみたいなことは、あの潮のみんなとずっとねやってきたでしょ、語ってもきたし、だからそこでこのデューク・エリントンをに捧げるっていうことが実はあのみんなの正しいお墓参りなんだよっていう、うん、こと、うん、そういう意味合いはあるんだよね。あと残席どのぐらいあるの？どのぐらいの残席は、うん、100、200、300、400、500ぐらい、500ぐらいは500ありますね、ね、はい、うん、これでもあのお客さんが少ない方が一個のコンサートの価値は高まるわけだよね。つまりあの一人分の聞いたそうジャンプ感が増すわけだよね。売り止めしましょう。うんうん。でしたいなーなんてもう、ね、そうですね、嘘吹いちゃったりさ。もう会員制とかでしょ。ね、そういう秘密入場制限して、はい、したいなって思うぐらいなんだけど。いくら聞きたくてももう聞かせてやらないぞ。そう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 。それで行きましょうか。うん、そう上から目線です。いやいやいや。だけどだけど、ね、演奏する方から行くと、はい、満員の中でやる特別感っていうのはこれはまた特別な。うん、こっち目線からいくとね、なんででしょうね、あれ本当わかんないんですけど、いつも同じ、もちろん自分が持ってる一番いいパフォーマンスをっていうふうに思いながらやってはいるんですけど、うんうん、あの人が多くなればなるほどやっぱり拍手の量とかもやっぱり自然と多くなる、自然と多くなるし、うんうん、いい演奏をすればそれによっても反応ってやっぱり拍手の大きさで全然違いますし、うん、まあ確かにそうだな、うん、それを聞いちゃうとなんか知らない間にこう、うん、上がっていくというか気持ちが、お客さんが作ってるんじゃないですかね、いい演奏会っていうのは結局、まあそうだよね、うん、その中で僕らがいつも通りやったって全然良くなったりするかもしれないでしょう、うん、ぜひいい演奏会を作りに、はい、シンフォニーホールに、はい、フェスティバルホールに行かないように気をつけてください、はい、2月12日、はい、夜7時開演、はい、どうか一つよろしくお願いします。正直だなどうかね、この正直さ